中日ドラゴンズの伊藤浩介選手、2月はバッティング絶好調だったんですけれども、無念の怪我で離脱となったんですけれども、復帰した最近も打撃向上を維持しています。伊藤浩介選手の打撃の状態、一軍昇格の可能性見ていきましょう。2月は伊藤選手、ツーベースヒットであったりホームランとか長打をとにかく連発していて、ついに伊藤選手打撃覚醒かということで、一軍昇格っていうのも割と見えてきていたような状態でございました。そして20日の試合でもツーベースヒットを放って、やっぱりすごいなというところで、背中の痛みでこの試合は途中交代ということになってしまいました。そして21日から別メニュー調整ということで、しばらく試合に出場できないという時期が結構続きました。ただ最近に関してはファームでの試合でスタメン出場もできているということですね。期待の伊藤選手が戻ってきたという感じです。そして伊藤選手、復帰後もしっかりと好調を維持していると、こちら見ていきましょう。伊藤選手、ファームに復帰してから打率が3割6分4厘11-4、出塁率4割1分7厘、OPS が 0.871 という成績が残っています。長打はまだ出ていないんですけれども、しっかりと限られた出場機会で高打率を残しているということですね。スタメンでも結構積極的に起用されていまして、期待感というのが現れています。2022年のオフには現役ドラフト候補にも名前が挙がっておりまして、高卒6年目を迎える今季、本当に勝負の年になるというような伊藤選手でございます。一軍の外野手の枠というところで見てみますと、加藤選手と後藤選手は結構タイプ的にも被るということで、どちらかは落ちる可能性が十分あると思いますし、若手の細川選手、ブライト選手も実力的にはまだまだわからないというところで、外野手っていうのは結構控えの枠狙えると思いますから、伊藤選手には頑張ってほしいと思います。では片岡二軍監督が語った伊藤選手が一軍に上がれない理由も見ていきます。伊藤選手が一軍に上がれなかった理由として、守備、走塁、打撃どれもいいけれど武器がないということを片岡二軍監督は YouTube チャンネルで語っておりました。まあ、ただ最近に入って飛ぶ距離であったり当たり、打球の速度っていうのが意識して変えているというところもあって、このあたりが変わってきた、本人も周りも伊藤選手変わったぞというのは感じているはずというふうにコメントがありました。だからこそなんとかチャンスを生かしてほしい、数多くないチャンスかもしれないけれどもチャンスが来たら絶対に生かしてほしい、まあ、そんな話をしていました。やっぱりプロでの年数的にも現在の好調っていうところも見ても、2023年は本当に結果を残さなければいけないという年でございます。2軍でもここからもう少し長打が怪我の前くらいまでどんどん増えてくれば、1軍昇格っていうのも十分にあると思います。頑張ってほしいと思います。以上です。